了解。敵艦隊の編成は大型戦闘母艦、装甲ミサイル艦、高速突撃艦、例の大型戦闘機ヘルハウンズ隊の紋章機もどきだ。さらにレーダーが大型艦の存在を捉えている。間違いない、エオニアの機関だ。もう一度作戦内容を確認するか。こっちはいつでも OK よ。紋章機の 100% の力見せてあげる。ここまで来たらあとは勝つしかありませんわ。それじゃあ最後の大暴れと行こうか。絶対に負けません。ミルフィ、どうしたのよ。なんでもない。しっかりしなさいよ。ここで負けたら今までの苦労が水の泡なんだからね。出撃命令をください、マイヤーズ司令。了解。司令、敵の機関から通信です。まだ抵抗を続ける機関ね。エルシオールとエンジェル隊の将軍、こちらの力は十分分かっているはずだ。勝てると思っているのか。プレッシャードヤーン、お前今回拒絶しておきながら、なぜこの者たちには白き月の技術を与える。私が与えたのではありません。彼らはロストテクノロジーに選ばれたのです。エンジェル隊は白き月のロストテクノロジーの結晶である紋章機に選ばれたパイロットたち。そしてマイヤーズ司令はエンジェル隊がその翼を委ねた人物。その人々を白き月を預かる私が信頼するのは当然のことです。お前たちは何も分かっていない。ロストテクノロジーにはもっと有効な使い道があるのだ。金々を持っていた。優れたロストテクノロジーの力をなぜ広告の外に向けて使わないのかと。トランスバール広告が現在の領域を形作って以来、歴代の皇后たちはその維持に努めるばかりで、それ以上に半島を広げようとはしなかった。私にはそれが歯がゆかった。広告の領域を広げればさらなる富と栄華が手に入るもの。白き月のロストテクノロジーを使えばそれはいつでも実現できるはずだった。数百年もの時を無駄にしてきたようなものだ。5年前その考えを皆に理解させようとしたのだ。その方が無
待っていたのは辺境への追放だ。しかし運命とは皮肉なものだ。名もなき星々をさまよううちに私は黒き月を見つけたのだ。この黒き月こそが何よりの証拠だ。広告の外にはまだ数多くのロストテクノロジーが眠っている。私はそう確信を得た。白き月と黒き月、二つの月の技術をもってすればその探索はさらに容易となる。僕は飛躍的な発展を遂げられるのだ。そう、かつて銀河に覇を誇っていた旧文明の再興すらも可能に違いない。ロストテクノロジーの力さえあれば。ここまで行ってもまだ理解できないのか。オランスバール公国は今こそ永遠の楽園として生まれ変われるのだ。住む者のいない廃墟の楽園としてか。いい加減に目を覚ませ。貴様のしていることは理想に名を借りた過去への復讐に過ぎない。貴様が願うのは母国の人々の幸せではない。人々の幸せを思わぬ貴様に王を名乗る資格はない。それがどうかな。いいだろ。力ある者が未来を見つけ、力ある者だけが理想を成し、力ある者こそが後の世に正義と呼ばれる。我が名はエオニア。トランスバールの歴史の前に我が力を示し、その名を永遠に刻み込んでくれようぞ。通信切れました。エオニア軍移動を開始しました。いよいよだな。広告の命運はこの一戦にかかっている。頼むぞワイヤーズ。私にできることはここまでです。どうか無事に戻ってきてください。よろしくお願いします。マイヤーズ司令、ご武運を。エンジェル隊のみんな、この戦いの間にいろいろなことがあったな。はい、ピクニックしたり花見をしたり。なんかいつもドタバタしてた感じだったけどね。そうです、あちこち駆けずり回ってたくさん戦って。ああ、でも楽しい旅だったね。あとはこの戦いに決着をつけるだけです。君たちがいたからここまで来れた。感謝して。さあ、最後の戦いだ。エオニア軍を叩き潰すぞ。Oh.
集中しましょう。 しまった！ 狙いがそれた！攻撃、外れました。 タクトさん、ね、攻撃、回避されました。 敵の攻撃を回避したわ。 とても強いですね。 どうかな？ 狙いがそれましたわ。 私としたことが。おっと、狙いが逸れてしまったよ。アクトさん、あんまり見ないでください。ここまでは。いや、勝つ、絶対に勝つ。ああ、もう、なんで当たんないのよ。命中しましたけど、本当に効いてるのかな。耐強度が落ちてきた。負けてられっかよ。攻撃が外れました。ちょっと形勢不利だな。申し訳ありません。援軍が来てくれないかな。私の攻撃を回避した。意外と素早いね。さすがにヤバくなってきたかな。あー、攻撃されました。また負けた。ベルモット交代する。了解。うまく当たりました。次もこうだといいけど。かまされたな。次は外さないよ。ハーベスター、目標の修理を完了しました。攻撃、避けられました。ギリギリだったけど。これ以上は無理か。なんの、アキュー、この俺が破れるとは。やむを得ん、交代だ。今のを回避するとは素晴らしい。あんまり見ないでください。よし、次行くわよ。攻撃が当たらない。お願いだから当たって。そう、今度こそ必ず当ててやる。なんでもないです。かまされた。だが今度は命中させてみせよう。メカンダンキ、敵を撃墜しましたか。敵に攻撃を始めるわ。任せといてよ、タクト。タクトさんから。よし、狙いがそれだよ。三振。もう一度行ってくる。まだ戦える。で参りますわ。フライヤーダンス。目標を狙いにして。今の回避するとは素晴らしい。連勝が壊れた。貴様らの滅びが先だ。了解。今は引く。次は必ず。お前たちは最高の相手だ。
僕の燃焼器の攻撃をかわすなんて。なんでもないです。攻撃避けられました。ギリギリだったけど。回避したのか。私の気も知らないで。風か。やめきら。タクトさんから。あれ。なんだ。もう終わりかい。目標は撃破したよ、タクト。目標。いいところに命中したよ。5番機。もうもらったも同然だね。さすがに限界か。なんとか避けられましたね。潰すかないのか。この僕が。選ばれし者が。敵を発見です。やっぱり攻撃少し被害が増えてきたですよね。だがここでひるむ僕ではないよ。私の攻撃を回避した。意外と素早いね。なんでもないです。残念、外れたようです。そろそろ危険か。当たったと思いました。いや、諦めるのは美しくない。嘘、攻撃が外れた。ここで散るのは美しくない。残念だが僕はもう失礼するよ。攻撃回避されました。さすがに敵も強いですね。勝てるかな。了解、すぐに向かうわ。鉄拳制裁アンカークローン。タクト、敵をやっつけたわよ。こんなにあっさり倒せるなんて。ハッピートリガー了解。パーチの巣にしてやるよ。ストライクバースト。命中しましたわ。狙いがそれだよ。心なしか。もう一度言ってくる。力も上がったような気がします。しまった。狙いがそれだよ。アクさん、あんまり見ないでください。あれ、外しちまった。私としたことが。よし、次行くわよ。よし、命中。私の気も知らないで。もう、バクトさんから。ハーベスター、攻撃成功。私の攻撃を回避した。バクトさん、意外と素早いね。私たち、勝てますよね。あ、外しちゃった。調子が悪いみたいです。うまく当たったわ。今の紋章機なら楽勝ね。連射したわよ。見ててくれた。次もこうだといいけど。うまく受けられましたわ。でもライヤーダンス。少しダメージを受けすぎましたわ。そろそろ修理をお願いします。今のは相当効きましたわ。3番機、敵を撃墜しましたわ。ほう、回避されたか。そうでなくては面白くない。了解ですわ。だけどすみません、まだ修理していただけないのですか。今のは相当効きましたわ。目標の修理を完了しました。攻撃を回避されましたわ。チャンスでしたね。この程度の攻撃で砕くとは。もう一度言ってくる。痛いですよ。でも私たち勝てますよね。当たったか。今の威力は自分でも驚いたよ。この翼のおかげだね。敵を撃墜しましたわ。あの弾幕を回避した。タクトさん、想像以上。なんでもないです。嘘、攻撃が外れた。しまった。この程度の攻撃がかわされたよ。タクトさんから。よし、回避できた。紋章機の反応がエネルギーが発見しました。早く補給させてください。なかなかの腕前だが、この船を沈めるのはまだ程遠い。
了解ですわ。ハッピートリガー了解。攻撃システム何をやっている。もっとよく狙え。回避しました。以前までの機体なら被弾していただく。修復を開始します。リピアウェーブ。今の攻撃をかわす。褒めてやる。了解。あの弾幕を回避したという。スタッフさんがランスガス。フライヤーダッシュ。ハクトさん、なんとかよけられましたが、なんでもないです。攻撃は回避した。今度はこっちから行くよ。ここにエネルギーが。私もうダメかも。了解しました。すぐに飛んでまいりますわ。出力が上がらない。どうしよう。攻撃避けられました。ギリギリだったけど。それでも食らいだ。ストライクバースト。引き続き攻撃だ。狙いはそれだよ。もう一度行ってくる。強いですね。勝てるかな。ここまでダメージを受けると。目標を発見。これより攻撃に向かう。はい、なんとか頑張ってみます。了解、すぐに向かうわ。今ならひとっ飛びよ。さすがに敵も強いですね。勝てるかな。どうした、狙いがそれてるぞ。標準システムをチェックし直せ。私たち勝てますよね。今の攻撃を機体強度、エネルギーともに回復。感謝します。はい、タクトさん。4番機、エネルギー半減。まだなんとかなりそうだけど。よし来た、タクト。そんな攻撃当たるのですか。どうした、狙いがそれてるぞ。この敵を倒しましたら、エネルギーを補給させてください。了解しました。すぐに飛んでまいりますわ。命中。どうした、狙いがそれてるぞ。照準システムをチェックし直せ。あの弾幕を回避したと。残りエネルギーが想像以上。私もうダメかも。ハーベスター攻撃開始。ハイアズシで、ダメージが深刻になってきました。今の攻撃をかわす。タクトさん、私たち勝てますよね。あの弾幕を回避した。想像以上。了解、すぐに向かうわ。4番機、応急処置が完了した。もう一暴れしてくるよ。よし、回避できた。今の紋章機の反応がすごくいいわ。よし、命中。私見て高いタクト。交代せよ。体勢を立て直す。アンカークロー。敵の攻撃を回避した。効果的なダメージを与えられました。出力が上がらない。どうしよう。あ、すごい攻撃。撃ち落とされそうです。敵機関および大型戦闘機交代していきます。無人艦は全滅できたが、肝心の奴らにとどめはさせなかったか。逃がすものか。エオニアを追撃する。ようやく出力が安定しました。エネルギーはあと10分ほどでチャージが完了します。あの翼のせいでエンジェル隊の紋章機の方が性能で上回っている。光の力を借りると、なんて卑怯な奴ら。今のままでは勝てんな。冷静に分析してる場合かよ。これじゃ負けちまうじゃん。
ともかく一旦引くぞ。ノアなら、黒き月なら僕たちの紋章機をさらに強化できるかもしれない。なんだ敵だ。後方から新手の敵が。レーダーでキャッチしました。この識別信号は友軍のものです。友軍から通信、ルフト重傷です。タクト、待たせたの。たまには年寄りにも見せ場をよこせ。それよりも協力して敵を追い詰めるぞ。いかんな。ノア、体勢を立て直そう。ヘルハウンズ隊を黒き月に収容してくれ。ノア、なぜ返事をしないんだ。聞こえないのか、ノア、何をしている。聞こえているわ、お兄様。でもちょっと待ってて、今からとびっきりの舞台が始まるから。なんだと。黒き月、応答せよ。我々を回収してくれ。なぜ返事をしない。俺たちを見捨てる気か。早く援護を。このままでは撃墜されてしまう。ここが死に場所か。やだ、死にたくない。死ぬのは嫌だ。本当に？本当に死にたくない？ノア、今まで何を？質問に答えて。死にたくない？当たり前だ！早く何とかしてくれ！エンジェル隊に勝ちたい。ものである僕が、こんなところで終わっていいはずがない。そのための力が欲しい。無論だ。俺に奴らを倒す力をくれ。どんなことをしても滅びを与えるために手段を問うつもりなど。その言葉が聞きたかったの。その絶望と執着し、それでこそ人間よ。何？望み通り、お前たちには力をくれてやる。これで私の最高傑作が誕生する。どういう意味だ。それにその声、お前は何者だ。単なる部品であるお前たちは、教えたところで拉致もない。さあ、好きなだけ踊るがいい。黒き翼で死の舞を。
さか奴らもパワーアップしたのか。どうやらそのようだよ。だけど変な感じです。紋章機から変な感覚が流れ込んでくるんです。あれなんだか怖い。敵の機体の中に生命反応はあります。ただ私の勘が正しければ中に乗っている連中もう死んでるわ。死んでるというかもう人間じゃない。彼らの魂はすでに彼ら自身のものではない。私たちの紋章機がそう教えてくれています。奴らは機械に取り込まれちまったんだ。いや違う、機械が奴らを飲み込んだ。なんておぞましい姿。あんなものが同じロストテクノロジーだなんて信じられませんわ。いい、おそらくあれが黒き月のロストテクノロジーの本性。